ちょっとしたことで、なんかこう愚痴っぽくなっちゃうっていうところがあるんですね。皆さんこんにちは、佐々木ひろのです。今日は2020年11月の運勢、七赤金星をやります。七赤金星さん、大変お待たせいたしました。11月の期間は11月7日から12月6日までとなっております。この動画をご覧になると2020年11月の七赤金星、1番全体運、2番人間関係恋愛運、3番金運、4番健康運、5番今月のアドバイスが分かるようになります。また最後に同階七赤金星、傾斜七赤金星への一言アドバイスもございます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは日常生活に使える九星気学を分かりやすくお話ししています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では11月の七赤金星です。11月は七赤金星南東のこの位置に来ています。そして年番でいうと六白金星の上ということで、この年番の上にオレンジ色の月番が重なっているというイメージをしていただいて、六白金星の木を浴びた七赤金星ということです。この七赤金星の11月がどういう運勢かと言いますと、真面目に優しく世のため人のためです。では1番の全体運からです。全体運、多少の成果と出ています。多少の成果なので成果がたくさんあるという意味じゃないですよね。これはどういう意味かと言いますと、七赤さんの心の中で何かが邪魔をして大きな成果を出せないでいるという感じです。もうね、今月すごく運勢がいいところにいるんですけども、ご自分自身の心の中の何かが邪魔をしている、誰かが邪魔をしているんじゃなくて、自分自身で何か引っかかっていることとか、何か邪魔しているということで成果が小さくとどまっちゃっているということですね。何が邪魔をしているんでしょうか。プライドみたいなもの、それともこだわり、それからどこからともなくやってくる不安、そんなものでしょうか。今月は自分の何が邪魔をしているかというのを突き止めてもらって、そこを外していくということが重要になります。心のブロック外しっていう感じですよね。ブロック外しをした後は一気に加速して大きな成果が得られるということになります。続いて2番、人間関係恋愛運です。人間関係いいです。何か大きなお役目、役割が回ってきそうです。引き受けてください。そして恋愛運もいいです。真面目にお付き合いしている2人でしたら、今月ゴールインするかもしれません。続いて3番、金運です。金運もとてもいいです。個人の収入、人からの紹介で仕事が入る。それから大きな資金にも縁がある。金運とてもいいです。そして4番健康運、健康運もとてもいいです。問題なしです。そして5番、今月のアドバイス、まずおすすめパワーストーンはギベオンです。最近ではメテオライトという言い方もあるみたいですけども、隕石ですね。隕石のパワーストーンです。今月責任感というのが重要になってきます。そんな責任感を持つために助けになってくれる石ということでおすすめです。そして生き方のアドバイス、七赤さん今月とても運勢がいいです。体調も絶好調、金運もすごくいいということで、
運勢がいい時というのはそれだけ責任も大きい時ということになります。責任感を持って行動するということが大事になります。七石さんはね、照れなのか面倒くさがりなのか、いつもなんかチャランポランにして軽い感じで過ごしているんですが、本当のことを言うと人のお役に立ちたいという気持ちが強い七石さんなんですね。なので今月はそれをやるためのチャンスの月ですよっていうことです。じゃあそのチャンスどうやってつかめばいいのっていうことですが、まず全体運で言ったみたいにブロック外しですね。自分の中で行動できない理由が何かある、それが邪魔をしているっていうことですね。七石さんはね、夕日を担当していてマイナス思考と言いますか、ちょっとしたことで、なんかこう愚痴っぽくなっちゃうっていうところがあるんですね。でその愚痴を言うことで何かその安心するっていうような感じがあるんですけども、そんなマイナス思考みたいなのがブロックになっているっていうこともあるかもしれません。それから楽しくなければ人生じゃないっていうのをね、よく七石さん口にするんですけども、とてもそれはいいことなんですが、真面目に頑張っちゃうと楽しくなくなっちゃうんじゃないかっていう思い込みがあるっていうこともありそうです。真面目に頑張ることで楽しくなくなるというのは思い込みです。楽しい人生は続きますので、ぜひ今月責任感を持って頑張るというのをやってほしいですね。そういう意味で今月、今までチャランポランおふざけモードの七石さんは真面目モードに切り替えて自分の殻を破っていくということが重要になります。真面目で優しく世のため人のためということを心がけてみてください。ラッキーカラーはシルバー、パールホワイト。ラッキーアイテムは車。そしてラッキーフードは豚肉の香草焼きです。豚肉と香りのあるものを使っているというのがポイントです。そして同海七石金星。今月政治に関心を持ったり、政治家に縁がありそうです。それから傾斜七石金星。今月社会奉仕とてもおすすめになります。はい、ではまとめますと、1番全体運、心のブロック外しましょう。2番人間関係恋愛運、いいです、大事なお役目引き受けて。3番金運、いいです。4番健康運もいいです。そして5番、今月のアドバイスは真面目に優しく世のため人のためです。はい、いかがだったでしょうか。七石金星の11月でした。もっとご自分のことが知りたいというあなたは、運が良くなる5つの習慣という動画がございますので、そちらも合わせてご覧ください。私は毎日非番吉報、通称吉カフェと呼んでいる開運方法を行っています。毎日自分に合った吉方位に出かけていってお茶を飲むというお手軽な開運方法、お手軽なのに効果がとても高いということで、動画をご覧になっている方全員におすすめです。吉カフェオンラインサロンでできるようになりますので、ぜひご入会ください。1ヶ月無料お試しができます。毎週木曜日夜8時からサブチャンネルおしゃべり九星気学でライブ動画を放送。気学に興味があるあなた、ぜひ遊びに来てください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録であなたも幸運体質に、ぜひ登録お願いします。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。